村長ミュージジックスタジオははいみなさんこんこにちは村長です、えー、っと今日はですね、えー、今右稼働の方に映ってます MIDI のコントローラーについて、えー、少しお話ししたいと思います。MIDI、えー、コントローラーといっても今画面に映っているこういうようなものからですね えまあ、キーボードも一つのミディコントローラーだったり、えー、ドラムを打ち込むのに便利なですね、えー、パッドと呼ばれるようなこう叩いてですね、えー、打ち込むようなものもミディのコントローラー、えーまあ、あの今回お話しするのはこういうあのフェイダー,ーコントローラーとも言われるようなものでですね、えー マッキーという会社が一つ先を取ってですね、えーま、あのこのコントロールの規格というか仕組みを作って、えー、世界中で、えー、使われているんですけれどもマッキー純金になっているものが、ま、大半と言っていいと思いますが。で 今回この僕の上の机に載ってるのはですねフェイダーポートっていって、えー、僕が使ってるスタジオワンのメーカーが作ってるのでスタジオワンととっても相性がよくって、えー、できてるんですがそう思って、まあ、買ったんですけれどもえー、っといわゆるこの中の。 まあソフトウェアというかファームウェアっていうんですけれどもそれのアップデートを今ま,までもしてたのになかなかあの、えー、うまくこうつながらなくって、えー、今回、えー、新しいあのファームウェアをダウンロードしてみたらですね、えー、大体マニュアルに書いてある通りにですね動くようになってあ再度もう一度ちょっとレポートしてみようかなっていう感じになりました。 えー、まあ,あのもう知ってる人にとっては釈迦に説法のようなお話なんですけれども、まあ、多分、えー、初めて DTM をやってるんだけれども初めて見るもしくは、えー、と欲しいなと思いながらまだ買ってないという方もおられると思うんですが、えー、昔はですね、えー、これがあれば本当に便利だし、えー、おすすめできるというようなものだったんですが。 今はもう100じゃなくななりましたなぜかというと iPhone とか iPad でこれをコントロールできて、まあ、指でですねこうやって iPhone を操作してできるようなものがあの安く1,000円2,000円ぐらいのアプリでですねできるようになってしまったのでこれの値打ちは少し下がったただしまあ微妙にこう動かしたりですねするような時には ここういういものは便利ですで、えー、これですすれねたくさんチャンネルというかトラックがあるのにどうなっているかというとですね1、えー、個だけで初めはとっても僕は不便のように思いました、えー、8チャンネルのものも持っているのでですね、えー、ただしそれは大きいから机をこう占有してしまうんですね、えー、だからこの小さいのどうだろうと思って買ったらですね、えー、これ ここが1本であってもそんなに、えー、あの不便さは感じません。えー、ですからあの、まあ、同時に動かせないという一つのデメリットはありますけれどもそれ以外はもう全て、はい、でこれ今こうやって動かしてるとですね、えー、左の方のチャンネルがこう動いてますけどこうやって、えー、コントロールすることが できます、えー、隣のチャンネルに行く時にこうやってマウスをですねまた持ち替えて隣のトラックを選択するんではなくって、えー、このダイヤルを動かすと隣のトラックにこうやってアクティブが切り替わりますのでこれで使えばいいというふうになります。そして、えー、こうやって隣へ移っておいて例えばこのトラックを ミュートしたい時はここに「ミュートボタン」っていうのがありますのでミュートすると今赤いボタンがつきましたで、えー、こっちに何やって、まあ、あのソロにするとかですね、えー、こういうボタンで、えー、うまくできるようになってますあとまあ便利な機能としましては、えー、たくさんまあこれも、まあ、あのマウスでやればもちろんできることなんですけれども今エフェクトかかってますけど、えー、これ。 VST が入っているわけですけれどもこういう時に、えー、それを一気に切るとか入れるとかでその一気っていうのもここの上に「シフト」っていうボタンがあるんですが、えー、シフトを押しながらこうすると全部が切れる今ちょっと画面見にくいかも分かりませんがああいうボタンが一気にこう切れたりするというようなで、まあ、そこらもですね、えー、特にこれ。 えー、フェーダーポートというこの商品はスタジオワンのメーカーと同じですので、えー、相性バッチリにうまく作られてるわけですね。えー、スタジオワンを持ってらっしゃる方はまあ予算さえ合えばこのフェーダーポートを使えばより便利に使えるんではないかなと思いますけれども先ほども言いましたように、えー、iPad で スタジオワンを全てコントロールできるというアプリも無料で出てますのでまあそれらを使ってみた上でまあ検討されたらいいんじゃないかなと。でここにスクロールっていうのがありますスクロールボタンを押すとこうやってカーソルが動かせますしシフトを押しながらスクロール押すとズームズームしたりできます。で 今横のズームですが縦のズームする時はこの左右のボタンを押すと左右に上下にですね下の方にあるのがよく言われるトランスポートと言われるものですけれども再生をしたりストップをしたりできます。ちょょっっとやってみましょう。 ストップしたりですねで、えー、早送り巻き戻しちょっと画面が今小さいので、えー、分かりにくいかも分かりませんけれどもこれでもうちょっと大きくしておきましょうかこうやって、えー、早送りしたり白いカーソルが動いてると思うんですがでまああのもちろんボリュームのコントロールとかには便利なんですけれども もうつ便利なのはですねやっぱりこれの真髄というかはオーートメーションという機能です。今ですねえここにはないんですがこれをはいスタジオの場のスタジオワンの場合これを押すとですねえこのオートメーションモードに画面が切り替わりましてここに線が書かれてますね、え。ー そしてこれ再生しながらですね、ここにライトというボタンがあります。これをやりながら再生をしてボリュームを動かすとですね、ボリュームのコントロールができる。 はい、このように書き込んだら次はですね、えー、っともうここを「リードモード」っていうのに切り替えましたらそしたら今度は自動でフェイラーも動いてボリュームが変わると、はい。僕は触ってませんけれども自動で動いてます。 こういうフェーダーコントローラーの一番の使い勝手はこのオーートメーションを書くとときにに一番長方になると思いますこのようにまああれば便利という DTM グッズですけれどもまあ予算ができた時には一度検討されると操作性とかが向上して 早く制作ができすので今日は MIDI コントローラーのうちのフェーダーのコントローラー DTM コントロールできるツールを少しご紹介しました村長でした。